明日のジョーになってる。いや、なってる。ということで、前回の動画から15秒が経ちました。15秒後、本当に15秒経ちました。タイトルコールいっちゃうか。そうですね。ここまで来たら自己ベスト狙え、二次レース。障害ベスト狙ってみた、そういうタイトルになってると思うんですけれども、前回 0.01 秒、障害ベストまで10秒76ですね。前回のタイムが10秒77でした。なんかさ、すげえさ、感動的な前回だったと思うし、はい、大幅に社会人ベストを更新して、はい、目標だったものも 0.2 秒ぐらい越したのに、だから 0.01 秒足りないって言われるのがお前尺だな。YouTuber は終わりがありません。シーズン2が始まってます。始まったね、はい、早いね、はい、早いね。 TKD プロジェクトシーズン2、シゲのゴロも休むよ。確かに前回の動画でも言わせていただいたんですけど、まあ、完璧なレースはなかった、はい、満足いく結果だけど、うん、100% 出し切れたかって言ったらそうでもないので、はい、可能性はあるちゃある。そうだね。でもラウンド、まあ、ラウンドって言ったらあれだけど、1日に2本走るのすっげえ久しぶりだから来るで、そこはね、予想できない。間違いないね。そういう意味では楽しみ、人体実験やめろお前。でも自己ベスト出なくても1日2本10秒台で走ったら相当価値あるよ。最低でも9切りたいね。そうだね、最低でも9切りたい。多分無風換算1次レースも8後半ぐらいだと思うんで、はい、9は切りたいな。やっぱりこれから記録会から来年の国体とか出れる大会が増えてくると思うんですよ。そういった時にやっぱラウンドっていうの大事になってくると思うんで、予選決勝を見据えてってことだよね、うん、みたいなシチュエーションでこうやって走るのは大事かなと思います。なるほど、うん、いい練習にもなるし、もったいねって多分もう一本走ればとコメントあると思うんだよ。そんなもんでもねえぞ。まあでも期待して見てくれてほしいんだけど、8万人チャンネル登録者が一応いるわけじゃないですか。1本目相当プレッシャーがあってやっと結果出せて、本当はもう気持ち切れてもいいレベルだと俺は思ってるので、本当そこどうですか。ヨシキがすぐ2000払っておいて、二次レースに2000必要なんですか。初めて言われて、うん、2000もすぐ払っちゃった。視聴者は多分期待しますけど。そうだよ、ね、俺はね、 YouTuber 的な意味でもう一本行ってこいっていうので、はい、頑張ります。頑張ってください。行ってきます。ダッシュで行こうぜ。本日2回目のアップです。まあ、1本目全力でやってて筋肉がちょっと張ってるって言っていたので、2回目のアップは本当に軽めにアップして、2本目に挑むと。本当に今この流し1本目とあとスパイクで1、2本ショートダッシュ入れて、まあ、ストレッチなどして、2本目へ向かうとのことです。こんだけのプレッシャーから今解き放たれてる状態なので、気持ちが切れていてもおかしくないと僕は思っているので、どうなるのか、どう転ぶのか、結果がちょっと楽しみなところではあります。これでね、本当に自己ベスト、まあ自己ベストとは言わず本当にまた10秒台なんて出した時には本当に評価していいんじゃないでしょうか。あのごく一般の大学生です。昨日活動休止だもんね。悪くないですよ。で、動きいいよ。僕が YouTube で一番最初にレビューしたマックスです。あ、そうだね。俺も見ました、それ。あ、ありがとうございます。浜川くんのマックスぐらいの動画、はい、30秒ぐらいスクロールしたから。で、どうショート。これさ、気になるかな。気になる。で、動けるんだけど、ちょっと持つかもね。わかった。まあまあ、無理せずだね。使えたんだと思う。うん、そうだね。疲れたんじゃない？疲れたね。いや、あんだけね、ストライド出してたら、それはそうかもしれん。ちょっとわかんない。うん。まあ、無理せずだね。さあ、2本目ですね。二次レースなんですけども、周平が5組目です。その前の4組なんですけど、あんまりね、皆さんタイム出てないんですよね。風はめちゃめちゃいいんですよ。 1.5 メートルぐらい吹いてるんですけど、まあ、全体的に11秒、一番速いので今10秒9ぐらいなので、流れがあんまよろしくないのかなーってのはあるんですけど、なんかありますよね、その日の試合の流れとか、記録が出る日みたいな、バンバン記録が出る、もしくは全然記録が出ないみたいな流れがあると思うんですけど、二次レースなかなか皆さんなんか難しそうに走ってます。 TKD2 本目どうなるのか、気持ちが切れてしまってタイムが出ないのか、むしろ緊張がほぐれてキレが戻って動きが良くなるのか。 TKD2 レーンですね。さあ、リラックスして気楽に楽しく走ってほしい。
ちめっちゃいいめっちゃいい。動きいいな。さあ、おお、すごい。自己ベストは出なかったものの、4年間追い続けてきた10秒台を1日で2本出すという信じがたいことが起きてます。プラス 1.8、 すげえ、マジですごいじゃん。ダッシュで行こうぜ。10秒85。それなりの風を感じました、走ってて。はい、めちゃくちゃ走りやすかった。なんだけど動画で伝わるか伝わらないかわかんないんだけど、ラスト 20m、 20m 付近ですね、結構良くないハムの違和感を感じまして、はい、踏むことをやめ流す形になってしまいました。はい、悔しい。悔しいね、うん、ただですよ、流して10秒8を出したんです。あなたは気遣ってヨシキが言ってくれてるのもすげえ嬉しいんだけど、はい、やっぱなんかたらればみたいななっちゃうじゃん、流さなければ自己ベスト出たんじゃないみたいな、はい、これはあんまそういうの好きじゃなくて、これはもう2本目8号、もうそれだけを受け止めて、うん、また徐々に動かしていく系にしようかな。1個ここでいいですか、言ってマックスフライ、前も動画で話したんだけど、うん、ここ早いですよ、うんうん、で僕が今回違和感感じるのはここ。あー、なるほどね。マックスフライを、まあ、今回7出たんで多分使えてると思うんですよ。使えるようになるとやっぱりハムのダメージはとんでもない。ハムとこの辺も来ると思う。だからマックスフライを利用してる方はここのケアは今までの 1.5 倍でいいかもしれない。なるほどね。っていうのを俺は今回感じたね。僕は反面教師にしてください。でも本当に総括すると今回の日体大教育会は収穫しかなかったので、怪我の具合が落ち着けば10月中旬に最後試合出ようと思ってますので、そちらも楽しみにしていただいていただければなと思います。はい、しゅうえさん、4年間10秒台を狙い続けてやってきて、1日で2本10秒台出すどういうことって僕は思ってます。しかも、うん、7785ってどっちも大学ベスト超えてんだよね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。OK。ということで、お疲れ様でした、皆さん。いや、朝6時起きなのに、うん、もう夕方です。夕方だね。はい。よしきさん。はい。さっきさ、はい、あの、泣くほど喜んでくれたじゃん。はい。ね、俺との約束覚えてる？ん？ん？何？約束。俺が、うん、千葉県線の標準である10秒95を今シーズン切ることができたら、はいはい、おめでとう。バカ野郎。待てディズニーランドかシーの地形台をよしきさんが持ってくれるという。わかりました。ということで皆さん、はい、また次回お会いしましょう。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。嬉しい。おバカ、バカすんじゃないお前。嬉しいね。いや本当に嬉しい。